ございます。国土交通省の水管理国土保全局の荒川と申します。どうぞよろしくお願いします。ちょっとカメラの方が今あの調子が悪いので、あの声だけでお伝えさせていただきます。また、あの私どもの部署では、いわゆるあの水害対策に関する防災減災対策例えばですね。河川の堤防やダムの整備、こういったものを推進して、住民の命、また財産を守る。また。 あの企業の皆様のご活動をお支えするこういった取り組みを行っている部署でございます。あ,ありがとうございます。その中で2ページ目でこちらのページでございますがソフト対策として重要な取り組みの一つとしてリスク情報の提供というものを行ってございます。すなわちこちらの方は上に書いてあります通りもともとは住民の避難 こういったものに資すためにですね、ハザードマップといった浸水が想定されるエリア、こういったものを開示しているという状況です。もうすでに今日ご参加の皆様方はご存知だと思いますけれど、ハザードマップについてはまあ、大きな大規模な洪水を想定して、堤防から氾濫した場合にどの範囲でどの程度の深さで水が浸かってしまう、こういった情報を示しております。 こちら、一義的には住民避難のためでしたので、水が浸かる深さの色分け、右側に示しておりますが、これ、連続的ではでなくですね、ちょっと飛び飛びな数値で示しております。床下1階、2階の高さ。 こういったものを0.513メートルといった目印にして色分けをしていますので、避難にとっては分かりやすいんですけれども、なかなかそういったもの以外の活用というのは少し難しい状況でございました。3枚目お願いします。こういった中、画面でございますけれども、えー、と企業の皆様、 こういった皆様もですね、リスク分析等で活用いただくために別のような形でもデータ提供を進めております。地点別の浸水シミュレーション検索システム私たち浸水ナビと言ってますけれどもこの画面のようにですね、任意の地点について浸水あの左側に帯出てますけれども2.17といった浸水芯がセンチメートル単位で分かるような情報システムこちらによって開示しています。 これ出ているのは、いわゆる東証の、あの、株と町の東証の部分ですね。たい2メートルぐらい浸水数といったことで、2位の地点、こちらの方で分かることになっております。これを用いることで、企業の皆様のリスク評価が、単にリスクが高いです、低いですといった定性的な評価、これにとどまらず、より定量的な数値を持って、さらには金額を持って評価が行えるような形になるような形にできるんじゃないかと思っております。次、お願いします。 現状の今の取り組みでございましたが、今度、今後、この水害リスク情報というものもさらに充実していかなければならないと思っています。その取り組みをですね、大きく2つ紹介させていただいています。左側、こちら、えー、とタイトルにハザードマップ等の空白,地空白域の解消と書いてございますがあの、現在公表しているハザードマップは、 作成がすべての河川で義務付けられているわけではなく、大体2000河川程度、全国で2000河川程度しか公表するということになっていますこれをですね、法律を改正して、さらに1万5000河川、これを R7 年度までに作成する、こういった取り組みを開催あのスタートしております。 もともと今ですね、色がないような地域、これ安全な地域っていうふうに勘違いされることがありますが、実はハザードマップを作成してないだけですので、これをしっかりと全国で作っていくっていう取り組みに指揮としてございます。また右側でございます。ハザードマップに似てるんですけれども、違う水害リスクマップっていうのも、これ新たに整備しようと思っています。先ほど申した通り、あの現在のハザードマップは、最大の雨に対する浸水,しり範囲浸水する範囲しか示しておりません。 ただしですね、1000分の1、100分の1といった洪水の範囲を示すと、また深さを見ると、企業の皆様も何をしてすればいいのか、ある意味思考停止の状態になってしまうような部分がございます。これをですね、左側のですね、判例に書いておりますが、紫10分の1とか、ピンク30分の1といった、えー、っと頻度高く、 何十年かで発生するような洪水で、どこがリスクかを示すことによって、企業の皆様の活動向上、立地、そういったものに活用できるんじゃないかということで、これを策定していくということを、今年度から昨年度からスタートしております。こういったリスク情報の提供をさらに充実していく。またこれらに取り組んでいきながら、さらに企業の皆様が。 リスクの評価をさらに容易に進めていけないか、こんなことの環境整備をしながら、皆様の企業の取り組み、こういったものを支援していきたいなと国交省では思っています以上でございます。